天気の子、話題の、はい、天気の子を見に行ったんですよ、はい、一人で、はい、僕ね、うん、彼女が今まで人生で一度もいたことないんですよ、はい、で何歳でしたっけ。33なんですけど、はい、もうそこそこ低レベルになってきました、はい、それどころか、はい、僕気づいたら、はい、僕一回も人とデートしたことなくて、はい、まあそうか。で全然高校生とかもいるわけですよ。まあまあね。で僕夏休みですから高校生に負けてんのかと思って、はい、その経験として負けてますねそれは、はい、でやばいなと思ってたら、はい、でめっちゃ恋しくなっちゃって、そのなんか何でもいいから女の人とデートしたいなというか、はい、で見てたらやっぱ一個隣が空いてたんですよ、うん、両隣が空いてて、はい、でもう一個隣に女の人がカップルばっかりさ本当に、うん、ただ女の人が一人でポツンと座ってたんですよ。おで結構綺麗な女の人が。おで、あっと思って。一人で。じゃあもうこれ、申し訳ないけどその女性には。うんうん、もう二人で来たことにしようって。やばいって。やばいって、ちょっと嫌な感じするわ。それ気の持ちようじゃないですか。いや怖い。気の持ちようやから。怖いな。別に。ちょっと喧嘩しちゃった。喧嘩してって一個話して見えへんやろ。映画に聞いへんやろ喧嘩してたら。一個離れてるみたいな感じで見ようと思って。でちょっと気持ちでねそういう。会員の最初の CM みたいな、はい、なんですよ。初注意みたいなのが流れ出して。流れますね。よし、いや一緒に見てるなみたいな。気持ち悪いな。嫌やな。で思ってたら、はい、ここに隣に男の人が座って。言ったらカップルやったんですよ。いや、まあ、それ トイレ行ってたかなんか、ね、なるほどね、はい、できて、うわ、はい、終わったと思って、いや、もうこれでも破綻ですよ。もう入ってこんわ、はい、それはもう、はい、なんか、はい、で、あ、もうじゃあ仕方ないと、こっちが空席だったんですよ。だからこっちに、想像で、僕なんかシシド・カフカさんを思い浮かべたんですけど、なんかで想像で、シシド・カフカさんと、来てることにして。どういうことやねん、もう気持ち悪いわマジで。でその2人で見ようと思って俺想像のこっちにシシド・カフカさんがいて2人ででそろそろ予告編始まるなと思ったら、はいはい、サラリーマンが普通に1人で来て、うん、ここに座って座完全詰みました、ね、もう完全詰んだな、はい、もう1人で、はい、だからもう1人で、はい、もうそっからもう想像しようがないもん、家で架空の彼女が、うん、待ってると思って見てました。